してるのかな。はい。それでは、ウェビナー兼、フェスティバルプラットフォームのチュートリアルという形で、今日、講演をさせていただければと思います。よろしくお願いします。で、タイトルの方は、フェスティバルプロジェクトの、プロジェクトの、サブタイトルもついてますけれども、こういう内容で今日お話しさせていただいた上で、先日行わせていただいたハッカソンの中で行ったそのチュートリアル部分について、今日、ご紹介して、我々が構築しているプラットフォームはどういったものかっていうのを、皆さんにも共有させていただければというふうに考えております。よいしょ。で、自己紹介、ちょっと前回ここで話させていただいたのが1年ぐらい前になるので、改めてこれ自己紹介入れさせていただいてるんですけれども、京都産業大学で教員をさせていただいております。で、下條先生とは、ITRC、インターネット、技術第163委員会とか、サイバー関西プロジェクト等で一緒にやらせていただいてて、このフェスティバルプロジェクトはサイバー関西プロジェクトの方で、メンバーが参画して、EU-JP 連携のプロジェクトとして今進めているということになっています。その他、スコーププロジェクト等に参加していますが、またの機会にご紹介させていただければと思っております。で、まあ、フェスティバルプロジェクトも、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、まず概要のところから紹介させていただいて、中身の方を移っていきたいと思いますけれども、まあ、いつもこれ話させていただいているんですけど、まあ、IoT への期待が今高まっている状況で、その中で、まあ、より街をスマートにしたい、まあ、スマートシティを構築したいっていう要望が、いろんなところで起こっているんですけれども、まあ、その中で、実際にこういった、ビッグベリー、スマートゴミ箱であるとか、あるいは、街中をこう撮影して、その人流解析を行うプレスメーターっていうサービスとか、実際にサービスが立ち上がってきているところなんですけれども、こういったサービスを実際に構築して、その有効性を検証していく、そういう時には、まあ、最終的なそのビジネスモデル、実際にそれらのサービスがビジネス的に成り立つかどうかということを検証する必要がありますし、まあ、街との関わりというのも、事前に、まあ、検証していく必要があるということですね。まあ、こういったことを、新しいサービスを立ち上げるときに非常にコストがかかるというところがあるので、まあ、そういった実証実験をより、容易に行えるようなプラットフォームを構築しようというのが、このフェスティバルプロジェクトの、ターゲットになっています。そして、まあ、2014年、10月に開始させていただいて、まあ、3年間ということで、今年度が最終年度になっています。9月までが、プロジェクト期間になっているんですけれども、まあ、その中で今、まさに、プラットフォームを利用した実証実験、実施者を募集している段階になっています。で、プロジェクトとしては、その EU 側、それから日本側、それぞれから、予算が出ている形になるんですけれども、その、両方の、チームをですね、連携しながら、プロジェクトを進めているという形になっています。EU 側は、CEA という機関が、そして日本側は大阪大学が代表機関となって、プロジェクトの方を進めております。で、フェスティバルの中で特に何が技術的なターゲットになっているかと言いますと、まあ、いつも3つ挙げさせていただいてるんですけど、主にターゲットにしているのはこの1つ目のものになります。で、まあ、共用可能な ICT 基盤の、整備ということで、まあ、実際にそのセンサーネットワーク基盤を構築して、街の、あちこちからセンサーデータを集めてくる必要があります。さらにその集めたセンサーデータを蓄積して分析する基盤が必要になってきます。で、最終的にはその結果を分析して、ユーザーに提示する、あるいはその結果を用いて施設を制御していく、そういったことが必要になってくるわけですけれども、まあ、このプロジェクトの中では、これらを、スクラッチから構築するのではなくて、既存のテストベッド、実際には日本側、それから EU 側に、様々なそういう実証実験を行うテストベッドが、これまでにまあ構築されてきています。で、これまでは、その、例えばスマートホームであるとか、あるいは、データセンター用のテストベッドであるとか、それぞれのアプリケーション領域に個別にテストベッドっていうのは構築されてきたわけなんですけれども、そういったようないろんな環境からのデータを統合的に集めて実証実験を行えるような環境に構築し直す。まあ、そういうような既存のテストベッドをフェデレーションさせるっていうのが、主にこのプロジェクトのターゲットになっているという形になります。というところで、で、さらにその実証実験を、実際に、実証実験フィールドを、提供することであるとか、まあ、その実証実験環境を提供する上での、課題として、まあ、利害関係者の調整とか、そういったところのノウハウも合わせて提供していければというふうには考えているんですけれども、まあ、ポイントとしては今お伝えしたように、実証実験フィールドを含む既存のテストベッドを、どうやって組み合わせて活用するかというところを、ターゲットに、これまでプラットフォームの構築を行ってまいりました。
で、実際にこのフェスティバルのプロジェクトでは3つのアプリケーション領域を考えていまして、まあ、これらのアプリケーション領域でユースケースを考えながら、まあ、既存のテストベッドっていうのをどういうふうに組み合わせていったらいいのか、どういう API を提供すればいいのかっていうのを検討してきたわけなんですけれども、まあ、そのアプリケーションとしては、そのスマートエナジーとスマートビリディング、それからスマートショッピングと、こういう3つをターゲットに開発を進めてまいりました。それに関与するようなテストベッドとしてどういったものがあるかっていうのを調査を行ってきたわけなんですけれども、例えば、日本側ではその iHouse っていうスマートハウスのテストベッドが、ありますし、EU 側にも PTL っていうような同様にスマートホームの、テストベッドがあります。で、さらに北にはこのグランフロント大阪のナレッジキャピタルにはこのザラボっていうスペースにおいては展示、それからそこでの実証実験というのも可能になっておりますし、あるいは、スペインのサンタンデール市では、街の全体に、センサーが既に展開されておりまして、そこから得られるデータっていうのが、オープンデータとして、利用可能になっている部分があります。まあ、一部その商店街等に設置されているセンサーについては、必ずしもオープンデータにはなってないんですけれども、サンタンデールの街全体がそういったようなスマートシティに活用できるようなプラットフォームになっています。こういった、既存のテストベッドをうまく組み合わせて提供する方法について、これまで考えてきたという形になります。で、こちらの絵が、そのフェスティバルのアーキテクチャになっているわけなんですけれども、今、挙げたようなテストベッドをこれまでに、分類して、まあ、4つの形に、4つに分類をしてきました。まず1つは、その、オープンデータ等のそのデータを、提供するようなプラットフォームを、統合する、1つにまとめ分類しました。で、さらに、ま、二つ目が、その、フィールド IoT デバイスと書いてますけれども、実際にその実証実験を行うフィールド、スマートハウス、スマートハウスの実証実験環境とかデータセンターなんかを、一つのフィールドとして、ま、分類しています。さらには、そのサーバーですね、実際にデータを蓄積して解析するようなテストベッド。例えば、日本側では、ジョゼっていうテストベッドがありまして、これ NICT さんが提供しているものですけれども、実際に物理的なサーバーをたくさん、データセンターに設置されていまして、そこに仮想サーバーを、実際に構築して、我々に、利用できるように提供してくれているという形なんですけれども、まあ、このようなジョゼであるとか EU 側にも FireLab というような同様なサービスが、テストベッドがあります。こういったものを、IoT の実証実験に使える形に統合していくと。まあ、こういう形でサーバーという分類をして、でさらには、実際に人とインタラクションする部分ですね。まあ、利害関係者との利害調整が必要だっていう話を少ししましたけれども、実際にそういったような人とのインタラクションを受け持つ部分として、日本側では、ナレッジキャピタルさん、ザラボの、スタッフさんなんかにそういうところになっていただき、また、EU 側ではチューバーっていう同様な組織がございますけれども、こちらの方々にそういった部分を、になっていただく。まあ、リビングラボっていうふうに言われているわけなんですけども、こういったところを人として分類しています。こういったように4つの分類をすることによって、それぞれ似たようなテストベッドに対して、同じような API でアクセスできるように API を定義する。この API を定義することによって、同じような分類のテストベッドが新たに追加された場合に、その部分をまあ容易に統合できるようにしようと。まあ、そういうところ、インターフェースの部分をまず、プロジェクト内で定義したというのが、まあ、一つポイントになっていきます。で、その定義された API を経由して、この、エクスペリメンテーションアザーサービスって、まあ、よくある、なんとか AAS ですけれども、まあ、実証実験をサービスとしてユーザーに提供する、まあ、こういう形で、プラットフォームを構築いたしました。で、実際にイメージとしては、上に書いてあるような、その、ポータル画面ですね、ウェブブラウザを通して、このプラットフォームにアクセスして、実際にその提供されているサービスに対してアクセスをすると、そういうような形になってまいります。で、実際どういうことができるのかっていうのをこの後、チュートリアル的に少しだけご覧いただく形になるんですけれども、そこで、お見せするのはですね、実際にここで、これ、マウスで見た方がいいですね。ここで、書かれている先ほどのそのスマートハウスであるとか、あるいは国内だとその駅に置かれたサイネージの部分に、実際にそのセンサーと設置して、そこから得られるデータっていうのも分析できたりするんですけど、そういったフィールドとか、データセンターで取られているデータとか、こういったものを、フェスティバルプラットフォームとしては、REST API って書いてますけど、あるそのプログラムからアクセス可能な形でセンサーデータを提供する。こういうことをまず、できるようになってます。あるいは、その実際に提供したデータを何らかの形でユーザーさんは分析しないといけないんですけど、その分析のための仮想マシンっていうのを提供して、そこで、このマシン上で分析を行っていただくことができます。
で、まあ、実際にその提供する仮想マシン上には、本当に、基礎的なものとして、データを蓄積して、分析する、そして可視化するっていうようなサービスを、最初にもうセットアップしたような形で提供できるようにしてますので、まあ、ユーザーさんはそのポータルを経由して、実際にクリックしていくだけで、こういったような環境っていうのが簡単に構築できるような形になってます。で、実際その構築できたその仮想マシンっていうのは外部のサービスとも連携可能な形になっているので、例えばいろんなフェスティバルの環境以外にも、いろんなそのエブリセンスのような外部サービスからデータを取得して、ここに蓄積して、同じ環境で分析をして可視化結果を見る。それによってデータの特性を把握していく。そういったことが、まあ最初できるようになっているということで、そういったような、そのセンサーデータの分析に新たに取り組む方にとっては、入り口としては、入りやすいものを提供できているんじゃないかというふうに考えているところです。こちら後ほど、どういったものかっていうのをご覧いただければと思います。で、実際そういったようなプラットフォーム上にですね、いくつかそのアプリケーションっていうのを展開している状況で、先ほど、ご説明したそのサンタンデールにおいては、商店街において実際にユーザーさんにアプリケーション、そのモバイルのアプリケーションを、配布して、まあ、そのアプリケーション経由でユーザーさんが承諾してくれると、クーポンを配布すると。承諾されたユーザーさんは、実際にはトレースされることによって人流が分析できるといったような、まあ、そういうようなアプリなんですけども、そういったことによって、まあ、クーポン、そのインセンティブによる、実際に実証実験への参加度合いなどを分析すると。そういったような実証実験を行ったりしています。で、今先ほど言ってたその スマートサンタンデール、実際の街のオープンデータを、まあ、プラットフォームとしては、実際、利用できるようにしているので、これを使って、皆さんに実証実験をしていただくことも可能です。なかなか街全体でこういった、実際に、環境センサーとか、まあ、ゴミ箱の状態とか、駐車場の空き状況とか、まあ、そういったようなものを、公開しているんですけど、これぐらい大規模に提供されているケースっていうのは少ないので、まあ、そういう街の分析っていう観点からも使えるようなデータになっているのかなというふうに考えています。あるいはこの、ATR のデータセンターではですね、実際にこの、エネルギー管理の実証実験を行ってまして、まあ、ラック内の、この温度が、まあ、偏りがあるような時にどういうふうに順応の割り当てをすれば均等にできるか、それによってエネルギー効率が良くできるかというような、実証なんかをやっていたりします。あるいはそのコールドストレージって言って、まあ、ブルーレイディスクを大量に、ストレージとして活用して、まあ、実際アクセス速度は遅いんですけれども、そのホットなデータとコールドなデータっていうのを分類することによって、そのアクセス速度が遅い部分の大量のストレージもうまく活用するような、技術なんかも開発を行っているところです。あるいはこちらは、グルノーブル、先ほど PTL ってスマートハウスの話をしましたけれども、実際に実験住宅において、スマートなエネルギー管理、いろんな、電化製品とかを置いた状態で人が出入りしたときにどういうふうに、管理してやればいいかっていうような実験を行っていたりとか、あるいはその日本側のアイハウスではですね、特に日本だとエコネットライトっていうような、プロトコルで、まあ、家電機器なんかが制御されたりしてますけれども、それ以外にもその IEEE1888 であるとか、オープンハブのような、まあ、オープンソースのベースのそういったスマートフォーム用の、ゲートウェイの実装なんかがありますけれども、そういったものとのインタラクションを行うときに、どういったような形でプロトコル変換してあげればいいか、そういうような実証実験なんかも行ったりしています。で、神戸市さんのところですね、港観光バスさんとですね、協力して構築させていただいているその安全運転支援システムも実はこの同じフェスティバルのプラットフォームを活用させていただいていて、まあ、今日ご紹介するような可視化、基本的な可視化機能に加えて少し開発してあげることでいろんな可視化が行えるっていうのも、また、ご覧いただければというふうに思っています。で、まあ、それ以外にもそのザラボ、この下のザラボでスマートショッピングの、推薦内容の分析であるとか、あるいはその、駅の、サイネージに設置した、環境モニタリング用のセンサーを用いて、例えばそのサイネージに暑い日はそのビールの宣伝を提示するとか、そういったようなインタラクティブな、広告の、研究開発なんかも行っているところです。こういったように、様々な実証実験を展開しているところでございますけれども、他のアプリケーションの可能性というのもまだまだあると思いますので、そのあたりをぜひ皆さんにも、いろいろご体験いただきながら、まあ、プラットフォームを活用していただければというふうに考えているところなんですが、今日はですね、この、実証実験実施者募集ということで、このフェスティバルのホームページにアクセスしていただくと、実際その、実証実験の
どういうことができるかって書いてあるんですけど、その最終的なこの下の方ですね、ポータルのページでですね、アカウントを作成していただくと、先ほど言ったような可視化のシステムっていうのを体験いただけるので、まあ、どういったことができるのかっていうのを、ぜひ、ご体験いただければというふうに考えているところです。で、その辺を、まず、最初の入り口部分を体験いただくためにですね、まあ、先日、ハッカソンっていうのを6月2日ですね、開催させていただきました。その時の資料っていうのを、こちらにご用意しているので、今、まあ、PC お持ちでない方は、後ほど、ご覧いただければというふうに思っています。で、この後、この資料、用意してある、このハッカソンガイドってやつですね。これを用いてですね、最初のアカウント作成と、それからその後、可視化システムの基本的な機能、触るところら辺ぐらいまで、まずはご紹介できればな、というふうに思っています。それで、ちょっとじゃあ、スライドの方一旦、あ、そうですね。この資料のところ先に紹介させていただくと、実際にそのセンサーとして、フェスティバルがどんなセンサーを提供しているかっていう、情報はこの、ハッカソン資料の中の、リソースのリストっていうところに書かれています。この辺、文章で見ていただくだけでも、大体雰囲気とかは掴んでいただけるかなというふうに思いますし、あとその今日、お見せする環境ですね。可視化の環境っていうのは、オープンソースベースで構築されているものですので、まあ、皆さんのお手元で同じようなのを作ってみようかなと思われた場合は、このバーチャルマシンセットアッププロシージャーっていうのを見ていただけると、同じような環境セットアップする手順が、Linux ベースですけれども書いてありますので、まあ、もしよろしければ、そのあたりも後ほど、お試しいただければと思います。よいしょ。それでですね、先ほどのページを見ていただくと、なんかこういうフォルダがあってですね。で、このハッカソンガイドっていうのをクリックしていただくと、ハッカソンの時のそのままになってるので、なんか時間何分とかいうのはその時の時間になってますんで、あんまりここまで、時間かけてできないと思うんですけども、一応この流れに沿って、順番に説明させていただきたいと思います。当日はこんな感じでグループ分けして、グループごとに作業とかしていただいたんですけど、今日は皆さんの代わりに僕の方で作業をしながら見ていってもらおうかなと思ってます。で、まず最初にそのアカウントを作成しないといけないわけなんですけども、先ほどのこの Call for Experimenter のページっていうところから、参加申請をするってなるんですね。で、飛ぶとですね、なんかいきなり英語のページでうへっとこうなるわけですね。で、その受け入れとならずにですね、ちょっと下の方に行っていただいて、この Join Us っていうなんかこうボタンを勢いよくペッと押してみるわけですね。何が起こるの？その押させるなよって怒られそうですけど、フィッシングじゃないのかと、ね、そんなことありません。これ押すとですね、もう申し込みのページが出てくるわけですね。Your Details って、Details って書いてるんですけど、全然 Details じゃなくていい、そのさらっとでいいんで、ご紹介いただいたようなことですね。で、First and Last Name って書いてますね。ちょっと、します。あ、なんかちょっと、マイクが絡まっちゃいましたけど。よいしょ。すいません。メールアドレスはですね、ちょっと匿名でって言って書くと、そのメールが届かないので、メールアドレスだけちょっと届くやつでやっていただかないといけないんで、そこだけは申し訳ありませんが、よろしくお願いします。で、大学名をご入れさせていただいて、インダストリーじゃなくて、リサーチインスティチュートにしておきましょうかね。で、カントリーは、ジャパンってなります。で、こっからですね、実証実験どんなのするのって聞いてくるんですね。うん、何かけえねんってなると思いますんで、ここに実はそのテンプレートが用意されています。Describe your experimentation とかいうところですね。まあ、in order to know what is the virtual platform って言っても、なんか前のプラットフォーム知りたいからやるんだぜって、こんな感じでいいです。もう、まずはこう体験していただくのが大事かなと思いますので、で、よいしょ。この辺を例えば書いていただいてですね。で、次にですね。In which resources are you interested?
どのリソースに興味持ったんだ、まだ見てないか分かんないよって言いたくなると思うんですけど、そこはちょっとぐっと我慢していただいて、このオープンデータリソースとか IoT リソースとかなんかこう、その辺興味あるし、さっきなんか IT リソースって要は、サーバーですね。サーバーとかもなんか使いたいんだよっていう感じでこう、優しく回答してあげてください。ね。そうするとなんかこう、うまくいくかも、みたいな。How did you find us? で、まあどうやって知ったのってとこなんですけど、皆さん、こう、ゆっくりですね。だから、この辺も、テンプレートが用意されてます。ユーツレートを残していただいて、なんか CKP も ITRC も知ってるよって方は3つとも入れていただいても構いません。一応、これ今日はユーツレなので、ユーツレにしましょう。ですね。で、アビルレスペクトはしねえけど、まあ、しゃあねえなって感じでチェックしていただいて、で、オーソライズ、そうですね。これ、実証実験の期間だけアカウント情報とか残すことになるので、最終的に終わった後消すっていう形になりますんで、まあその間はいいよねっていうのをこうやっていただければ、これで一応メッセージが飛んでいきます。で、そうするとこれがメールがですね、手元に届きますんで、そのメールを確認いただくという感じですね。届いたかな？届いてますね。これを、ちょっと待ってくださいね。ポチッとなって出して、こんな感じで、サブミッションコンファメーションってことですね。で、このリンクをクリックしてあげると、スズキのアカウント登録の画面に飛ぶわけなんですけど、こっちに開いてしまったので、向こうに持っていきますね。これなんかサインアップの画面というのがあるんですけど、今のページから行かないと、このグレーアウトして入力できなくなっちゃってるんで、最初に試してみようっていう時にはさっきみたいな、本当に簡単でいいので、なんか埋めていただいて、こちらに来ていただけるといいかなと思います。パスワード入れろって言ってるのはちょっとだけこっちで内緒で、内緒で打たせちゃう。本当かな？ちょっと待って。ああ、なるほど。でですね、パスワードを入れて、クリエイトすると、この画面が出てきます。これ一応ですね、signed in as 秋山ってなってるので、うまくこう、ログインできてるわけなんですけど、この画面、これ結構重要なんですよ。これ、ちょっとですね、この画面まで行ったら一旦止まっていただいて、元の、この、注意事項に書いてあるんですけど、さっきの、リンクをクリックすると、今のページに行きますっていう話なんですけど、これ、まあ、ここ、パスワードは、ハッカソンの時はですね、後々こう、作業していく中で、そのパスワードをグループの人に見えちゃうみたいなのがあるんで、普段のパスワード使わないでねって書いてますが、もう皆さんは好きなパスワードを使っていただいて構いませんが、ここですね、ログインできたら一旦そこでストップっていうのはですね、この今表示されると下になんかジャーっとこういう文字いっぱい書いてます。これSSH の鍵になってるわけですね。SSH 皆さんご存知ですかね。バーチャルマシン、仮想マシン、サーバーを立ち上げたときに、そのサーバーにログインする。リモートからログインするときに、この鍵を使ってログインするわけですね。その鍵、これ保存してないとですね、ちょっと今、インターフェースこれいけてなくてですね、なんと再発行ができないという、これちょっとこう罠なので、これ体験していただく間は、まずこの、最初にログインした後、この鍵を、保存するっていうのを忘れないようにしてください。で、これ、まあ、コピペで、保存してもいいんですけど、このダウンロードとかいう形で、ダウンロードしておくと、手元の、フォルダに入ってきます。大丈夫かな？ちょっと待ってください。1個だけだったので大丈夫そうですね。はい。で、今の、
ダウンロードしたやつは、僕の場合はダウンロードフォルダの下に入ってますね。ダウンロードフォルダの下にプライベート、パブリックっていうのは保存されています。で、ですね、これ、実際にはこれ今ログインした時にベーシックロールってなっててですね、これできることがですね、このリソースがどんなのあるかなーって見ることしか最初できないですね。まあ、まず皆さんに体験した時には、まあ、そういう形で、実際に、このどんなリソースがあるのかな、さっき言ってたようなですね、これ SFA アグリゲーターって IT リソースっていうのはですね、さっき言ったサーバーどんなのがあるかっていうのをここで見ていただけたりとか、まあ、IoT リソースっていうのは実際にそのセンサーがデータどんなのがあるかってここで見ていただけたりとか、そういうのは見ていただけるわけです。その辺を見ていただいて体験していただくのはここまででできます。で、さらに、簡単な申請内容の審査の後、エキスパート権限が付与されるということで、大体皆さん、申請していただいたら通りますんで、そのうち、こう、エキスパート権限というのがついてくるわけですね。ちょっと待ってくださいね。僕のがついてるかどうか確認しています。はい。もう僕のもエキスパートロールついてますね。一旦ログアウト。この右端にこう、なんか、外に出ていくみたいな矢印があるんですけど、これログアウトしていただいて、もう一回ログインしていただくと、こういうふうにベーシックに追加してエキスパートロールっていうのがついてきます。エキスパートロールがつくとですね、さっき、から言ってるそのエクスペリメントですね。実証実験。実証実験というのを開始できるようになります。はい。というところで、大体これが最初の入り口部分ですね。最初の英語のここがちょっと壁があるので、ここだけちょっとこんな感じでシャキッとこういけますよっていうのだけ今日は認識して書いていただいて、あとはごゆっくりお楽しみいただければと思うんですけれども、実際にこの後そのバーチャルマシンの作成とか、ES API を体験するとかそういうのがありますが、今日どうだっけな。時間がなくて結構まだ余裕があるんでしたっけ。はい。ちょっとなんかできるところまで、やらせていただこうかなと思います。で、さっきから言ってるその、REST の API とか ES API とかなんか言ってるんですけど、それどんなもんかって、まあ、開発とかされたことある方だと、一度はご覧になられてるような気はするんですけど、このポータルページのこの ES API ってとこですね、ここをポチッとクリックしていただくと、なんかこんな URL が出てきて、ここにその API、要はどういう、方式で、このプラットフォームにアクセスすると、どういうデータが得られるか。そういうのが、まあ、解説されているようなページが表示されます。実際にはこれ、REST API って皆さん、ご存知、そのブラウザーがよくアクセスするために指定する、URL ですね。この URL を、指定して、そこにパラメータを渡したり、なんかこれちょっと待ってくださいね。よいしょ。ES API。すいません。上の方に、ここにちょっと API が選べるんですけど、セキュリティの方の API になっちゃってますね。こういうふうな形で表示されてるんですけど、この URL の部分ですね。ここの部分に、まあ、どういう、パス、この文字列ですね、指定して、で、さらにそのどういうリクエストですね、get とか post って書いてあるんですけど、こういうリクエストを投げればいいのか。その時にどういうのを投げるとどういう結果が返ってくるのかっていうのはこう一覧になって表示されています。で、この辺を見ていただくと、まあ、実際にどういうふうに情報にアクセスできるのかっていうのが確認いただけるような感じになってるんですけど、今日はあまりその開発寄りの話っていうのは、するつもりはないので、こちらはまた、ご覧いただければと思います。今言ってたのはそういう API っていうのを使って、実際にこのポータルページとか、あるいは、先ほど、ちょうど見ていただくそのデータ収集、サーバーですかね。そういうあたりも、構築されているという感じになります。で、どうしようかな。VM 作っちゃいますかね。ちょっと VM を作っちゃいましょうね。
で、これ実際にそのエクスペリメントって書いてるんですけど、実際に皆さんが実証実験を開始されるときには、こう実験っていうのを作っていただく必要があります。これは、ちょっと待ってくださいね。これは実験作るのはここですね。実験の生成って書いてますね。今言ったように Go to My Experiments のところに行ってですね、Create New Experiment を選択って書いてます。まあ、また適当な名前とか書いてますね。適当なのが多いですけど、これですね。実験。何の実験にしましょうかね。U2A。エクスペリメント。とか、なんか適当につけてですね。ディスクリプションも必須なのか。とかで、スタートデート、エンドデートだけ少し、2週間後ぐらいまでにしておきましょうかね。で、こんな感じで、クリエイト、エクスペリメント、アンエラーとか言われた。ちょっと待ってください。リーセクエラー。見ない。あ、スタートデートが選ばれてないですね。よいしょ。スタートのところも一応これクリックでピョッと選んでやってください。そうすると、いけるのかな？あ、やばい。2個目作っちゃった。前の消しておきますね。これが、今作った実験ですね。U2A エクスペリメント。この実験を作ってですね、で実験を作った実験に対して、リソースを、割り当てていくと。で、割り当てたリソースを実験の中で使うと。まあ、そういうような流れになっています。で、ちょっとさっきのページに戻りますけど、これ、もうちょっとコピーをこう狭くして、こっちに出した方がいいですかね。すいません、この辺。よいしょ。で、これ、set as current を選択って書いてますね。今、こう、実験を生成したんですけど、その実験を今から、こう、いろいろリソースを割り当てる、今まさにやってる実験にするぜっていうボタンがどっかにあったんですけど、どこにあったかというと、あれ。ちょっと待ってくださいよ。なんか縮んじゃってるからかな。ん？ちょっと、ダビー、よいしょ。クリエイト。よいしょ。よいしょ。この、すいません、エクスペリメントのページでですね、この一覧のところでですね、この今さっき作った U2 エクスペリメントって出てるわけですけど、ここにこの set as current っていうのがあるわけですね。で、これをポチッと押してやるとなんか上の方にこう、今、まさにやってる実験だよっていう感じになるんですね。この状態になると、なんかこう、リソースとかを選択して、それを割り当てられるようになるので、で、この状態でさっきから、出てきてるその仮想マシンってやつですね。一個なんか作りたいと思うので、それを、割り当てていこうと思います。で、この search リソース、っていうのをこう、順番にこの VM 割り当てっていうのをやっていきますけど、サーチリソースっていうのを押していただいて、なんかアグリゲーターとかテストベッドってこの辺ちょっとわかりにくいと思うんですけど、このアグリゲーターっていうのがですね、さっきから4つに分類したって言ってる、サーバーとセンサーと、オープンデータと、なんかリビングラボってやつですね。それなんですけど、まあ、このサーバー IT リソースっていうふうに名前つけてるんですけど、サーバーをVM を使いたいってことは、この IT、カッコ IT って書いてますね。こいつを選んでいただくと。で、さっきその日本側に NICT さんのジョゼっていうテストベッドっていうのと、あと EU 側にファイウェアラボっていうのがありますって言ってたんですけど、まあ日本側のこのテストベッドを使いたい場合はジョゼっていうのを選んでおきます。まあ、こういう形で、その、要は既存のテストベッドがいくつかあったときに、統合的にこのインターフェースから予約とか、割り当てができるっていうような感じですね。でですね、先ほどから紹介してた、可視化のサービス
のイメージっていうのがですね、用意されてるんですけど、それが、女性ノードを選択した後、この Ubuntu 16.04 サーバーっていうのを指定してみてください。あるんですけど、これをサーチってやるとですね、この Ubuntu のサーバーでセットアップされているイメージでいくつか出てきます。で、この辺ポチッと選ぶと、実際にそのデータ分析環境とかソフトウェアが、セットアップされた状態で、そのバーチャルマシン、仮想マシンが立ち上がってくるという感じになります。で、まあ、今、この、K-HANA、KHN っていうのが、K-HANA のデータセンターで、この OSU っていうのが、大阪大学のデータセンターで、その辺ちょっと、この辺も分かりにくいので、この辺は、表示の方法は、改良していきたいところなんですけど、ちょっとその、大阪大学ですかね、にあるような、サーバーの中から、ちょっとリソースをアロケートやってやってですね。これでもう VM の割り当てっていうのは完了している状態になります。でこの状態でこう書いてますけど、アロケートで実験に追加した状態で、立ち上げる、実験開始ですね。をしていくと、VM が起動するという形になります。で、さっきの実験のところに戻ってですね。このようやくこの実験をスタートします。さっきのこれ、割り当てられてますね。ちょっと追加したやつ。この状態で実験をスタートすると、バーチャルマシンが立ち上がってくれるはずなんですけど、これが結構、時間がかかるので、その間にちょっと別のことをやっておきたいなと思います。で、そんな3分間クッキングのようにうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかった場合はご容赦ください。で、ですね、実際にその構築できた環境を、体験していただくって話があったんですけど、この辺にですね、もう出来合いのやつが確かあったはずで、これだったかな？でですね、なんかこう、いきなりクリックすると、なんかキバナとか出てきましたけども、実はこのキバナっていうのはですね、可視化のサービス。の一つなんですけども、実はそのエラスティックサーチっていう時系列データベース、時間に沿ってデータを蓄積していくデータベースが、オープンソースのものがあるんですけども、そこに蓄えられたデータをこんな感じでグラフにして表示できるっていうようなツールになってます。で、もともとはサーバーのログとか溜まってきたやつを分析する異常があった時にそれを検知する、そういったような用途で使われているものなんですけども、それをこの、別の、IoT の用途で、使ってみているっていう感じですね。で、実際にこれ、蓄えられているデータがここに一覧表示されているわけですけども、日付とそこに入っているデータ。で、実際にその、エラスティックサーチ上では、こういう JSON 形式ですね。で、データを蓄えるような形になっていて、そのどういう、データ形式でデータを蓄えるかっていうのを最初にデータベースと同じようなスキーマを登録してあげることで、検索なんかが柔軟に行えるようなものになっています。これを、実際これのセットアップ数の、手間かかるんですけど、そのあたりを、テンプレートを提供することで、すぐに使えるようにしているというような形になっています。で、実際これ、可視化するっていうと、このビジュアライズって機能を使えるんですけど、で、いろんなビジュアライズの機能がデフォルトでサポートされてて、いわゆるその、グラフですね。グラフを、実際今フェスティバルのデータに対して表示するっていうのを今やってみたいと思いますけど、例えば、X 軸は、日付にして、で、日付にした上で、系列ごとに、まとめて表示しましょうと。タームっていうので、例えばそのリソース名ですね。今もうデータベースの中にはリソースの名前とその値しかこう入ってないシンプルなスキーマになってるんですけど、このリソース名で分類してデータを表示してみましょうっていうのを今やっています。値は平均値とか、最大値最小値とかいろいろ出せるわけなんですけど、この辺エラスティックサーチが非常に統計処理っていうのが得意なので、もうこの環境を入れるだけで
基本的な統計処理というのができるというところが、まあ、一つ、まあ、使いやすいところかなというふうには思います。実際のデータバリューを、指定してですね、こうグラフっていうのをこう出してやるとですね、こう、ちょっとですね、すいません、左右が狭いので下に表示されちゃってますけど、例えばこれは、バロメーター兵庫ってなってるので、マヤ駅ですかね。ちょっとこの辺名前、あえて兵庫001とかに書いてますけど、マヤ駅とか、これは亀岡駅ですね、京都なので。で、これは、これ水ラボって書いてるから、ここかな。この辺に、どっか、あ、これですね。ここにセンサーが表示されています。この照度センサーなんかが表示されているとか。まあ、それの値を、いろいろこう、表示してくれると。ただまあ、いろんなこう、データがあるんで、こう、大きい値もあれば、ちっちゃい値もあって、こんなの見れないよっていうのがあるんですけど、ちょっとこれやっぱ左右狭いな。もうちょっと広げると、こう、こんな感じで表示されるんですけど、上の方にこの、サーチのフィールドがあるんで、ここで、温度だけに絞ってやると、ちょうどあのレンジがこう、温度ぐらいになってますよね。25度から。部屋の中に設置してるのは大体、エアコン効いてるんで、この辺で。ちょっと上でも暑いっすね。30度超えちゃってますけど。はい。そんな感じで、実際に、温度のデータを見たりとか。で、まあ、過去のやつをこう、時系列を1週間分見るとか、というのも簡単にできたりとかします。で、まあ、こういう形で、時系列データは比較的簡単に可視化できるっていうのが、この辺のポイントになってるわけですけど、あとは、まあ、地図上にデータを表示するというのも、比較的簡単にできてですね、3日カウントで。で、まあ、ちょうど日本のあたりに、表示されてますっていうのがこれ確認できます。で、あ、これですね、ちょっと今これ3分間クッキング用に蓄積しているデータが、大阪近辺と、この湘南近辺になってるんで、こんな感じで飛んだデータになっちゃってますけど、この辺はどういうデータを蓄えるかっていうのを実際に選んでいただいて、で、その中で、欲しい、データ集合を作っていっていただくというような形になります。こういう感じですね。で、とかなんとか言ってるうちに、バーチャルマシンができてないかなとか思って、元の画面を見ようと思ったらどこに行ったかなっていうのはちょっと今わかんないですけど、すいませんね。どれだろう、これかな。あ、ランニングになってますね。はい。そういうところで、だいたい、どうですかね。早いと1分くらいでできたりするんですけど、遅いと10分くらいかかっちゃうところがあるんで、まあ、それはサーバーの、状態にもよるんですけども、まあ、そういう感じで、これで、まあ、ランニングってなってるので、先ほど、作ってた、バーチャルマシンができたという感じですね。で、今できたら、今、ちょっと見ていただいてたような、ああいう可視化の環境っていうのが、立ち上がってくるわけなんですけど、その環境がですね、このディテールズっていうのを見てやると、ここにもう IP アドレスが、あ、クリックしちゃった。すいません。クリックはしちゃダメで、この IP アドレスがあるので、これに対してさっき言ってた、その SSH の鍵でログインして、いろいろセットアップしてもらったり、あるいは、このもう、キバナっていうのがセットアップされている状態なので、直接、このサーバーに、ウェブでアクセスしていただくというのでも、構いません。よいしょ。キバナって入れるの忘れちゃった。まあ、エンジン X っていうウェブサーバーですね。でその、後ろで、こういう可視化のサービスがもう立ち上がってるという感じですね。どうしようかな。はい。というところで、だいたいいい時間になってきたんですかね。チュートリアルとしては、今の、ような形で、
今ちょっとザザザザってやってたんですけど、その、キバナの可視化方法とか、そういったものも含めて、ここに文章で、まとめてありますんで、まあ、どういったことができるのかなっていうのは、また見ていただければいいかなと思います。で、先ほど資料の中で紹介していた、ですね、もう一つの、ですね、フェスティバルが提供するリソースのリストのあたりを見ていただくと、まあ、実際にどういったセンサーが、あるのかなっていうのを、こう、見ていただくこともあります。で、そのセンサーを見ていただいて、どういったような実証実験とかできそうかな、アプリ作れそうかなっていうのを、検討していただいてもいいかなっていうふうには思います。あと、いいかな。これはさっき言ってたやつですね。実際に今やったような環境っていうのを構築しようと思ったら、ここの手順の通りに、インストールしていただければ、手元で試していただくこともできるので、まあそのあたりを、体験していただいて、いただいても結構かなと思います。で、ちょっと、ですね、今そのいろんなデータを取ってくる、データを取ってくるところをちょっと紹介してないので、そこだけ紹介しても終わりにしたいか、したいと思うんですけど、実はですね、その、絵で見ていただいた方がいいですかね。そうか、マウスでやらないといけないですね。この今仮想マシン立ち上がったところにですね、先ほど言ってたこのキバナっていうのは、このウェブからアクセスできるものですけど、これがこのデータベースのエラスティックサーチっていうものの中にあるものを可視化して表示してくれるわけなんですけど、データを取ってくるところはこのフルエント D っていう、これもまたログ収集用にもともと開発されたものなんですけど、まあそれ用にこのプラグインとして、このフェスティバルの方からデータを取ってくるようなプラグインっていうのを開発しました。で、それ以外にIoT の分野でよく使われているその MQTT っていうプロトコルですね。それ用のそのモスキートっていうサーバーがもともとセットアップされているので、皆さんがお持ちのMQTT 対応のセンサーっていうのがあったとすると、それを直接ここに繋いでいただくことができますし、このフルエント D の MQTT のプラグインっていうのも開発しているので、そこから、エラスティックサーチに入れるっていうのも簡単にできるようになっています。あとその、さっき言ってた外部のサービスとしては、例えばエブリセンスっていうようなサービスからデータを取ってくるようなプラグインなんかも開発したりしてるんですけども、ここのフェスティバルのプラグインの、ところにどういうセンサーのデータを取ってくるかっていうのを指定できるようになっていて、先ほど、フェスティバルのポータルの方からですね、ポータル、もう一回戻ると、違った。ポータルは、あれ？ポータルどこ行っちゃったの？ごめんなさい。こっちか。ですね。すみません。ポータルの方の、例えば、サーチリソースのところで、このさっきは IT リソースを選んでたんですけど、IoT リソースみたいなのを選択していただいて、で、これまたこういろいろなんか選ぶのよくわかんないなーっていうときはさっきのドキュメントですね。このリソースリストっていうところを見ていただくと、例えば気象センサーは、あれ、重たい。気象センサーはこのウェザーとかでなんか始まってますよみたいなのをこう書いてくれてるので、例えばこの辺を、コピーしてやって、検索とか、ね、テストベッドを選ばないといけなかったかな。日本のテストベッドを選びますっていうふうな感じにして、選んでやると、なんかこういう感じで、ウェザーセンサーとかが出てくると。で、まあその詳細を見ていただくと、実はこんな感じで URL、で、リソースが、指定できるようになっているので、まあ、このあたりのそのパス名を、フルエント D の方に指定してやると、そのデータを取ってくれると。まあ、そういうような形になっています。だから欲しいデータを、このセンサーを探して、ピックアップしてやって、貯めていくっていうのをすれば、そのデータの分析が行えるというような感じになっています。大体その、今、
簡単に利用いただける機能としては、こういう形の機能が提供されています。まあ、ぜひ、一度ご体験いただいて、で、なんか、どんなことができるか、いや、もうここ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないのっていうようなことも含めてですね、ぜひまたフィードバックいただければ幸いです。じゃあ、質疑とかの時間。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。やってみた人、素晴らしい。できましたか？やってみたけど、途中でわかんなくなった。なんか書いてある通りの、学生がね、途中でわからなくなるっていう気分がとってもよくわかる。なるほど。はい。どちらでわからなくなりましたか？なんだっけ、サーバーを作って、上手の方に、なんか、あれはね、Ubuntu のサーバーを検索して、はい。そこから Allocate to the current experiment で実験に追加って意味が全然わかんない。でもそれがボタンなのか、なんかどっかにメッセージ、一緒に探したんですけど、はい。全然メッセージが。じゃあもう一回そこだけやらせていただいていいですか？はい。先生がわからない学生を教えている。で、さっきこう IT リソースですね。日本語のリソース選びますって言って、で、さっき食べたの、Ubuntu ですね。そうすると、この右の方に、Allocate to Current Experiment っていうのは、この出てるのわかりますか？あ、そんなとこにある。あれ？で、これが出てないときは、出てない。多分この上にカレントエクスペリメントっていうのも出てないと思うんですけど。出てません。それをまずしないといけないですね。で、このエクスペリメントっていうところを選んでいただいて、この、今僕のところも選ばれてるんでグリーンになってるんですけど、セッターズカレントっていうのが出てると思いますね。それをしてから、今の実験を選んだ上で、リソースの割り当てっていうのをしていただけると、うまくいくんじゃないかなと思います。わかりました。はい。素晴らしい。よろしいですか？